すごいですよ、あのゴジラマイナスワンって。映画としてというよりは AV に近いんですね。日本映画の到達点の一つだと僕は思ってます。とんでもない映画でもあるんです。できるだけ早く見に行った方がいいと思います。騙されたと思って見に行ってください。ゴジラマイナスワンでとりあえず見たので話したくてしょうがないのでです、僕も話しますけども、映画ってですねやっぱり1800円とかですね、場合によっては2000円とか、 IMAX とかで見たら2500円ぐらいするじゃないですか、2700円とかで。そういうものにですね時間を合わせて見るのってやっぱりリスキーはリスキーなんですね。だからどんどん本当に面白いかどうか確認してから行こうとか、例えば今日も岡田斗司夫が何というのか聞いてから行こうとかですね、あとはもうもっと見どころをちゃんと教えてもらってそこを確認しながら見たいという人もかなりいるわけですよね。とりあえずそれだけの時間なりお金なりを投資する価値があるのかどうかちゃんと確認してから見に行きたいという人が大多数になっていくんじゃないかと僕は思っているので、あの僕自身はですねできるだけ情報を仕入れないようにして見たんですけども、ですねゴジラマイナスワンはですね、僕はあの97点ですね、今年見た映画の中で一番高いと言ってもいいでしょう、日本映画の到達点の一つだと僕は思ってます。それぐらいすごいと思ってるんですよね。でなんでかっていうと、まずドラマとドラマ部分と怪獣部分のですね両立してるんですよ。これがすごいと。主人公はちゃんとですね怪物と対立関係にあるのがすごいんですよね。臭いとかいろいろ言われるんですけど、感動できるドラマと怖い怪獣が両立してるって、これすごいんですよ。あのね怪獣映画でいうとねキングコング以来もう本当に初めてなんですよ。オリジナルのアメリカ映画のですねキングコングはですね怖い怪獣というかですね、あの大猿のキングコングと、あと泣かせる話と、なんでそのキングコングが女の人を襲うのか、なんで女の人は逃げたいのか、なんで女の人の恋人はキングコングと戦うことを決意しなきゃというか追いかけることを決意しなきゃいけないのかと、ちゃんと融合してるんですね。でキングコングを見て、円谷英二たちですね、あの田中智之プロデューサーの田中智之からが作ろうと思ったゴジラというのはそれを入れようとしたんだけどもなかなか入らなかったんですよ。だから初代ゴジラが最高傑作かというとそうではなくて、初代ゴジラは実はですねキングコングに何とか追いつこうとしたんですけど、特撮とかすごいんですけどドラマ的にはですねちょっと届かなかったというのが、まあ、実際でもあるんですね。ここら辺はそのゴジラ映画の流ればっかり見ているとなかなか分かりにくいと思うんですけども、でもう一つですね97点ですね、大変点が高いポイントはですね理由3つあります。で1つ目が今言ったドラマ部分と怪獣部分がちゃんと融合している。で2つ目はですねちゃんと終わってるなんですよ。これねあのなかなかすごいことで、怪獣映画でこれぐらいのキャラクターものだったらですね一応一般大衆にはちゃんと終わってるっていうのが分かるんですね。あのマニアにはですねこれ終わってるとは限らないぞというようなエンディングになってるんですけども、普通の人が親子連れで見に行った時はですねちゃんと終わってるんですよ。1話完結してるんですよ。なかなかすごいですね。でおまけに続編も可能な作りになってる、可能といえば可能になってるんですね。で3つ目ですね、海外でヒットできるんですよ。これはあの海外でちゃんと受ける構造になってるんですね。これはですねコードを守ってるというかですねレギュレーションを守ってるからなんですけども、ちょっとこれあのネタバレに軽く触れそうなので、あの黄色のサインが出てからにさせてください。評価を見てみるとこうなってますね、映画 .com のですねゴジラマイナスワンの評価はですね 4.0 です。シンゴジラでも 3.7 なんですよ。初代のゴジラがまあねちょっとこれが高すぎるんですけども 4.3。 初代はねもう7位の侍と同じくですねレジェンド扱いなので採点はもうあんまり無意味だと思います。だから、一般のですね、まあ、かなりの人がもうすでに採点に参加しているのでですね 4.0 っていうのはですねすごく高いと思います。 YouTube の映画批評ではですねあの今のところゴジラマイナス1は賛否両論という事態なんです状況なんですけども、一般評価はここら辺が結論だと思います。ちなみにですね、ギャレス・エドワーズのゴジラがですね 3.4 ですね。でゴジラキング・オブ・モンスターズが 3.6 です。でゴジラ対コングが 3.5 ですね。レジェンダリーのこの海外版のハリウッドのですね対策のゴジラも大体これぐらいの点数なんですよ。だからシンゴジラってレジェンダリーとかに比べればうんといいんですけども、今のところゴジラマイナス1ってそれを上回るというですね割とあのすごい点数になっています。位置づけとしてはシンゴジラっていうのは怪獣映画というジャンルではですね最強なんですよ。
この怪獣映画というジャンルではですね、ゴジラ映画とか怪獣映画というジャンルでは最強なんですよ。おそらくその平成ガメラと言われる、まあ実際昭和の時代から始まったですね、ガメラの新シリーズですね、ガメラ1、ガメラ2、ガメラ3、あの3部作の到達点と言ってもいいと思います。あれが目指したですね、リアルな怪獣ものを撮ろうとしたらどういうふうになるのかというのを到達点だと思いますよ。で、ゴジラマイナス1ってですね、怪獣映画じゃないんですよ。日本映画なんですよ。映画としてのですね、割とマスターピース、名作になっていると僕は思います。だから、シン・ゴジラは革命なのに対して、怪獣映画のに革命を起こしたのに対して、ゴジラマイナスワンは王道でゴジラ作っちゃったというところがすごいなと、僕の97点という採点の根拠になってます。山崎監督のですね、GQ という雑誌でのですね、インタビューを引用してみましょう。オールウェイズ続3丁目の夕日という作品でゴジラにゲスト出演してもらったの際に CG 作業があまりにも大変だったんですと。たった2分の登場シーンにスタッフの半分が6ヶ月間かかりきりになってしまったと。当時のマシンや技術力ではそれが限界で、こんな状況で本編をやるなんてとても無理だなと。これがその今までゴジラをやりたかったけどもやらなかった理由ですね。こんなに大変だったと。ところが現在ですね、マシンの性能が上がってですね、あとまあいいツールもどんどんできてきたのでですね、まあ作りやすくなってきたわけですね。というわけでインタビューの次の部分ですね。今回はゴジラとの距離が史上最も近い作品になっています。大きなスクリーンなら実物大のゴジラと対峙したかのような錯覚を味わえますと。ライドを作った際に僕自身が息がかかりそうな距離でのゴジラの恐ろしさを体験しました。着ぐるみではそうはいかないと。デジタルだからこそディテールが無限に再現できて、いくらでも近くに寄っていけると。もちろん作り込むほどマシンの負荷は大変になりますが、今までとは違う手法を取る以上、そのメリットを 100% 使わなければと。着ぐるみで撮影した頃の作品特有のあの緊迫感や実在感にはとても太刀打ちできないと思いました。つまり初のですね、ゴジラがデジタルであることを利用して有利に使った作品。もちろんシン・ゴジラでもですね、その尻尾の長さとかですね、あとありえないですね、放射能火炎というかですね、ビームの吐き方とかあったんですけども、この山崎監督のですね、なんでデジタルを使ったらゴジラいいのかっていうと、なんぼでも寄れるからと。だから今回ゴジラに思いっきり寄った作品にしたと。確かにそうなんですよ。映画館で見るとゴジラにね、めちゃくちゃカメラが近づいてるんですね。で、それらのシーンがもう全部やっぱすごいんですよね。あ、だからデジタルを有利に使ってるなと思って、ここはなんか僕もやっぱプラスに採点しました。で、3つ目ですね、ちょっと僕面白かったのがですね、次もやりたいと言ってんですね。ゴジラ映画作りはなかなか面白いので、人には渡したくない気持ちもあります。喉元を過ぎると僕は大抵忘れるんですけども、だからこそ関東を続けられている。誰かのゴジラも見たいけど、次回も僕が作りたいというですね、次回作やってもいいよってもう自分で言ってるんですよ。こういうのもですね、なかなか珍しいですよね。で、確かにこの続編が作れる構造になってるし、ラストにもなってます。シン・ゴジラをディスってゴジラマイナスワンを褒めるというのはやりたくないんですよ。ただその違いっていうのをですね、監督のポジションの違いとかと違いっていうのははっきりさせたいんで、面白かったのがですね、先月の池袋でやった山崎監督と庵野監督との対談なんですよ。で、これね、YouTube で公開されてるからですね、ぜひ皆さん見てください。何が面白いかって、庵野秀明君はですね、先にゴジラをですね、試写で見てるわけですね。マイナスを見てるんですよ。で、それでですね、いや、ツッコミどころはいっぱいあったけども、いいと思いましたというふうに言ってるんですよ。上から目線なんですよ。この上から目線というのが面白くてですね、死者を見た庵野秀明監督が安心しきって褒めてるんですよ。まずいいゴジラだけど俺にはかなわないというですね、安心感があるんですね。俺のゴジラの方が興行収益 82.5 億だから勝ちだなっていうふうに思っててですね、正直僕は負けると思ってます。今回はマイナスワンの方が興行成績上を行くと僕は読んでるんですけど、で、今までね、その後ろから追いかけられたことがないから分かんないんですよ。シン・エヴァンゲリオンの時で分かる通りですね、ロボットアニメとしては100億を超えてっていうことで、今ね、庵野監督ってね、
プライドが頂点の時代なんですよ。多分この3年間本当に庵野秀明ってプライドが膨れ上がってる状態で、例えばその、新仮面ライダーに浜辺美波さんをですね起用した時の、あの記者会見でですね、なんで浜辺さんなんですかとインタビューに聞かれた時、あの俳優さん本人がいるんですよ。そこでですね、たまたま東宝のカレンダーでめくったところでというか、今月のところが浜辺さんだったからですと、よかったですねっていうふうに浜辺美波に言うんですね。このよかったですねって、よかったですね、俺の目について新仮面ライダーに出演できてよかったですねっていう意味なんですよね。ああ庵野今おごり高ぶってると思ってですね、まあ彼の今人生の頂点だからおごり高ぶってもこれまでのね、なんか彼の人生見たら全然構わないんですけど、でこの時のですね山崎監督のですね、あの対談もですね、めちゃくちゃそのおごり高ぶった感じが面白いので、皆さんも YouTube でぜひ確認してほしいんですけど、絶対に自分が勝ってる上から目線なんですね。こうここら辺がですね、今まで追いかけられたことが、さっきも言ったようにスズメの戸締まりがにの方が抜かれてもですね、やられてもロボットアニメでは俺の方が上だっていうですね、ちゃんと勝ってる部分探してるんですけども、ちょっとここはですね、それが怪しくなってくるんじゃないかなと僕は思ってるんですね。僕はその、マイナスワンの方が興行収益いくだろうと思ってるからですね。でなんでマイナスワンの方が興行収益上に行くのかと僕が思うのかという話をするんですけども、山崎監督 の、 あの過去最大はですね永遠のゼロなんですよ。意外なことに永遠のゼロって 87.6 億めちゃくちゃ実は当ててるんですよ。おまけにですね、今回のゴジラマイナスワンって11月3日に公開してるんですね。これねお正月映画なんですよ。本来はお正月映画でも、スズメの戸締まりと同じく当てると東宝は読んでるっていうのは、東宝がですね主体で作ってる映画なんですね。プライドをかけて当てなきゃいけない作品でもあるんですよ。なので500何十巻というですねゴジラマイナス1はとんでもない映画関数で、でお正月映画なんだから12月にやりゃいいのに11月からやってると、つまり大ヒットしてロングランになると。で今の映画ってロングランがもう延々半年ぐらい続いて、そうですよね、君たちはどう生きるのかも、あの7月から始まって8、9、10、11と4ヶ月まだやってるんですよ。今のヒット映画ってそれぐらいやるんですよ。で、おまけに配給会社の興行会社がそれぐらい本気になればそれぐらい伸ばせるわけですね。11月からお正月映画を始めるというですね、ロングヒット体制になってるんでですね、山崎映画初の100億超えになるとちょっと僕思ってるんですね。メガヒットする理由です、内容的な理由なんですけども、ゴジラマイナスワンってね初の家族で見れるゴジラ映画なんですよ。でその家族で見れるのは、いやいやミレニアムゴジラ、ゴジラ VS シリーズも家族で見れるじゃないかっておっしゃる人いると思うんですけど、あれはですねその大人が見るにはちょいと辛い映画でもあると思います。大人でもゴジラ映画が好きで、その自然ちゃんとフィルターがかけれるというかです、これゴジラなんだからそこは突っ込んでもしょうがないよなとかですね、あのメガゴジラ釈由美子が操作してるけどそれでいいのっていうですね、ちょっとそこら辺の疑問点にちゃんとフィルターかけれる人だったら楽しく見れるんですけどもですね、ちょっとあのお父さん見れるけどお母さんとしてはちょっとみたいな感じがあるじゃないですか。それが家族で見るには適してるとなかなか言いにくい。ディズニーランドがなんで家族で楽しめるのかというと、ちゃんと大人騙しもしてるわけですね。子供騙しに終わってなくて、大人騙しもきちんとしてると家族として楽しめるんですけども、でゴジラマイナスワンってその家族で見れるんですよ。で、どれぐらいちゃんと見れるのかというと、映画が始まって5分でゴジラ見れるんですよ。すごいですよ、あのゴジラマイナスワンって、あのゴジ映画が始まって5秒以内におおっていう映像がちゃんとあって、5分後にですねちゃんとゴジラが見れるっていうですね、すごい映画なんですよね。で15分ごとに見せ場があるんですよ今回。すごい、だから子供が退屈しないというですね、とんでもないゴジラ映画でもあるんです。これが一つ目ですね。で2つ目、あの海外でヒットするゴジラでもあると。シン・ゴジラがですね海外でヒットしなかった、受けなかった理由はですねドラマの不在ですね。特に家族が全然描けてないと。で海外で当たるですねエンタメ映画、アート映画だったらともかく怪獣が出てきてですね、でなんか政府関係者が集まってですねなんとか作戦っていうのを決行してる段階でもうこれはエンタメ映画なわけです。シン・ゴジラって日本ではアート映画みたいに捉えられてるんですけど、やっぱり海外ではエンタメ映画なんですね。でそのエンタメ映画なんだったら主人公のちゃんとバックグラウンド書けよと、家族どうなってるんだっていうのは当たり前のように出てくるんです。
ところがあのシン・ゴジラって登場人物は多いんですけども、それらの家族関係とかですね、自宅とか一切出てこない、ここを全部そぎ取っちゃった映画なんですね。だからある種極端な言い方とすれば、シン・ゴジラってあの映画としてというよりは AV に近いんですね。見たい部分だけを見せて、人物のそのリアリティをそぎ取って、で AV だったらそのセクシャルな描写とかそこら辺がすごい先鋭的で、うわ何回でも見たい、何度でも見たいと思わせるのか、その作りに近いんですよ。でも、ゴジラマイナスワンってその一般映画の作り方してるんで、関係者のですね、家族像っていうのを見せたり、もしくは想像させたりすることやってるんですね。でおまけにレーティングがですね、その海外意識を意識、海外配給を意識してるんですよ。あのね、見た人分かると思うんですけども、血が出てこないんですよ、ほとんど。主人公がもちろん怪我して、登場人物が怪我して血流してるシーンあるんですけども、普通怪獣映画だったらありそうなドロドロになった手足とかですね、何かこうやられてですね、顔が半分もげた人みたいな嫌な死体が一切出てこないんですよね。冒頭のですね、その最初の方に出てくるゴジラに襲われるシーンもですね、倒れた人間だけ見せてるんですよ。でちゃんと五体満足な人たちっていうのは顔を出して普通に死体の演技をして倒れてるし、で全部に布がかかってる状態の人たちっていうのは何か欠損があるかも分かんないけど、分かんないというふうに書いてる。グロい描写を一切してないんですよね。で加えて振り回すシーンもあるんですけどもですね、ジュラシックパークのように、ジュラシックパークもここら辺すごく気をつけてですね、加えて振り回してもですね、ちぎれないんですよ。首加えて振り回してもですね、首がちぎれないんですよ。で加えて離した瞬間に人間が飛んでいくんですけど、その時に悲鳴を上げてるんですよ。つまり生きてるわけですね。で着地した瞬間は絶対にフレームに入れない、カメラで映さないんですよ。だからそのレーティングとして極めて安全なんですよね。家族で見に行ってもですね、アメリカ基準にちゃんとなってるわけですね。アカデミー賞を狙えるんじゃないかと僕は思っています。ここら辺のですね、アカデミー賞の外国映画賞を狙った作りというのはすごいなというふうに思いました。海外でもね、当てる気満々なんです。で、それが企画団体、絵コンテ段階から徹底してるわけですね。三つ目のですね、これ当たるんじゃないかなって思うのはですね、それぞれの監督のですね、タイプの違い。極端な言い方をすると、庵野秀明ってジョージ・ルーカスなんですよ。で、山崎隆ってスピルバーグなんですね、スティーブン・スピルバーグなんですよ。つまりスターウォーズの頃のジョージ・ルーカスっていうのはもうスピルバーグを完全に超えてですね、神様扱いなんですよね。でスターウォーズっていうのは現代その時代の神話となって、未だにフォースを信じているファンが多くて、フォースという言葉が出るだけでももうどんなドラマでも見ますっていう感じでですね、その神とついたら何でも見てくれるファンがいっぱいついてる庵野監督とすごい似てるわけですね。でジョージ・ルーカスはルーカスフィルムを作ってですね、自分の理想の映画を作るためにその会社をやっているというですね。でそこから先ですね、プロデュース業がどんどん増えてるっていうのは、その株式会社カラーを作ってからのその庵野秀明の路線と割と似てるんですね。でまあフォースの教えという言葉があるとしたら、片一方の庵野秀明にはシンクロ率という言葉があって、それがそれぞれの世代の流行語、絶対的な流行語になって、下の世代からすると今のアメリカの10代の若者からしたらフォースと言ってもピンとこないんですね。で今の日本の10代の若者ぐらいからしたら、シンクロ率っていうですね、エヴァっぽい用語、新なんとかっぽい用語を作っても多分ピンときてないと、そこら辺も似てるんですよ。だからそのカルト的なですね、すごい強いファンがいるっていうのがジョージ・ルーカス庵野秀明路線なんですね。しかしですね、そのスピルバーグって正直言ってカルトな人気弱いんですよ。マニアが少ないんですよね。ヒット作を作るのはすごくうまいんですけどもですね、そのカリスマとしての才能はあんまりないんですよね。ヒット作のみを作るに集中しすぎたと。だからスピルバーグもですね、人間ドラマ臭いし大衆受けの作品が多いので、批評家にあんまり褒めてもらえない監督でもあるんですよ。だからびっくりするぐらいアカデミー賞少ないですし、だからジョージ・ルーカスというのは神になってカリスマになるんですけど、スピルバーグというのは大ヒット受け負い人になるわけですね。この辺がですね、その、庵野秀明監督、山崎隆監督の大きいなんか違いじゃないかなと思います。だから、僕なりの極端に分かりやすい言い方で言うと、もう本人にはすごい失礼なんですけども、庵野秀明はダサいんですよ。
で山崎隆は臭いんですよね。あのそれぞれのまあ理由とメリットで言うと、庵野秀明の作品ってすぐにね作品内に奇跡が起こるんですよ。そんなことは絶対起こりえないって言っても奇跡が起こっちゃうんですよ。でシンジエヴァに乗れ、逃げちゃダメだっていうですね、これをダサいと思わないとかですね、あんまり気にしない、逆にいいと思う人がやっぱ痺れるわけですよね。で山崎監督はですね、すぐセリフで全部説明するんですよね。で許してくれとは言わない、許してはくれないんですねっていうセリフで全部言っちゃったり、あとオールウェイズもですね、クライマックスの方でなんかその踊り子がですね、本当ははめてない指輪を夕日にちらつかせて何かこう思い感慨深い顔をするってですね、すごい臭い演技するんですね。でこれを臭いと思わないとか逆に良いと思う人がしびれるというですね、ダサいかもしれないんだけどこれがかっこいいんだよっていう人がですね、その庵野型のファンでですね、臭いけどもここがいいんだよとか、ここが何やぶしだよっていうのが山崎映画のファンなんですよ。だからダサい対臭いっていうのはその長渕尾崎対ですね歌謡曲演歌みたいなフィールドでですね、まあ、中二病が好きかその大衆向けが好きかっていうですね、結局どっちが好きか問題なんですよね。で実はその庵野監督と山崎監督ってめちゃくちゃ補完してる関係なんで、ジョージ・ルーカスとスピルバーグが組んだですね、レイダースの1作目、インディアナ・ジョーンズの1作目が大傑作になったように、実は庵野秀明がプロデューサーやって山崎隆が監督やったらですね、大名作ができると僕は思ってるんですけどもですね、それぐらい補完的ないい関係だと思います。いい関係というかいいライバルだと思います。だからすごいいいライバルですね。だから庵野監督64歳ですね。で、前からですね、アニメで新ナウシカ作りたいというか、新ナウシカとは言ってないんですけど、ナウシカ作りたいって言ってるじゃないですか。で、山崎監督もですね、別冊角川の崖の上のポニョのムック見たらですね、インタビューでですね、ぜひ実写でナウシカやらせてくださいって言ってるんです。両者ナウシカやりたいというところも一致してるんですね。だから僕が思うにですね、東宝と日テレはと、あとジブリですね。もうにせっかくですね、ジブリも日テレの傘下に入ったんだからですね、東宝と組んでこの2人にナウシカを共作させるべき、共作というのは合作じゃないんですよ、競わせるべきなんですよ。で同時公開にすべきなんですよ。ほら昔鈴木敏夫がですね、宮崎駿と高畑勲をですね消しかけて、隣のトドロとあれ蛍の墓を同時公開にしたらお互いムキになってすげえの出来上がったじゃないですか。あんな感じでですね、同時公開にしてですね、で、2本立てにしてもいいですし、短めの2本立てにしてですね、毎年毎年30分ずつ作らせて、でそれを5年間ぐらい作らせて大長編にしてもいいんですけども、なんかね、そこに宮崎駿がさらに入ってですね、3人で作るという共作もいいと思うんですよね。3本立ての映画で宮崎ナウシカ、山崎ナウシカ、庵野ナウシカっていうのを全部やっちゃうっていうのもすごいいいと思うんですけど、それぐらいやった方が僕は面白いと思います。それぐらいいい関係のライバルだと本当に思うんですね。人生でそんなにね、力が拮抗していて方向性が違うライバルが出てくるなんてめったにないから、大事にした方がいいと思うんですよ。大事にした方がっていうのはプロデュースする側も大事にした方がいいから、本当にこの二人ね、絶対競わせた方がムキになって面白くなると思うんですよ。なので僕の結論としてはできるだけ早く見に行った方がいいと思います。悩んでる人は騙されたと思って見に行ってください。あとね、欠点なんですけども、ゴジラのね、これ今回の山崎の、マイナスゴジラですね。マイナスゴジラって言い方がいいかどうかわかんない。マイナスゴジラなんですけども、体型ですね。これね、いいと思うけど好きじゃないんですよ。怪獣のプロポーションというのは僕は着ぐるみ感がある方が可愛くて好きなんですよ。例えばウルトラ Q のペギラ見てください。この中に人が入ってますかのですね、この首のあたりに穴があってですね、覗き穴がありますよっていうこの感じで、頭のサイズってね、やっぱ背の高さに対してこれぐらいが僕は可愛いと思うんですよね。でゴジラなんだから怖いんだから可愛くなくてもいいじゃないかっていうふうに言う人もいいと思うんですけど、僕はこれぐらいでも怖さは出せると思いますし、可愛さっていうものがですね、日本のコンテンツとしてはやっぱ国際メジャーでですね、日本のコンテンツでいけるものってマリオにしてもそのドラゴンボールにしてもワンピースにしてもですね、
あのポケモンにしても全部可愛さがちゃんとあるやつなんですね。だ怖いだけのモンスターっていうのはもうアングロサクソンとかですね、ヨーロッパ人に任せといてですね、日本人はこういう可愛いやつの方の、まあ、な俺の好きな同じウルトラ Q のパゴスとか見てくださいよ。この四つ足怪獣なんだけども後ろ足がこう曲がっててですね、手がどう見ても前足じゃないです、手がついていて、この頭のデカさとかです、これ可愛いんですよ。で可愛いと怖いですね、可愛いものを怖く撮るからいろいろ面白さが出てくるんですけど、このペギラも特に怖いのは何かというと、あの中にボタンデッチ入って目が光ってるからなんですけどもね、なかなかいいですよね。この辺がですね、僕はいいと思いますというですね、話でした。ただあのこの怪獣の造形に関してのですね、パゴラじゃなくてパゴスです、まあ、このねあの怪獣の造形で僕はマイナスだと言ったのはですね、好き嫌いの問題なのでですね、さっきのですね97点という採点には入れてません、お疲れ様でした。今日の無料ここまでです、限定ではですねネタバレありでですねゴジラマイナス1のですね完全解説っていうのをしてみようと思います。一応ですね、まあ、今週の配信予定最後にやっときますね、今週火曜日ですね、山崎ゴジラの予想を1年前に配信したので、まあ、それの再配信します、アップグレードで。で9日木曜日はですねショートゼミですね、限定ではですねサンダーキャプテンというですね SF 戦車やります。でプレミアムではですね、かつて昭和の時代の子供たちをですね苦しめた木工模型ですね、木を削って作る模型の話とかを知ってみようと思います。11日の土曜日はせっかくあの金曜ロードショーでスパイダーマン祭りやってるんで、スパイダーマンを予習する参考文献の紹介します。来週はですねライブ配信で人生相談です。あの人生相談はですね11月のステッカーこれですね、あのこういうですねあの週刊文春の釣り広告みたいな巨大ステッカーになってます、ちょっとかなりね面白いステッカーなのでですね、どん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 皆さんですねあの投稿フォームの方からお便りお願いします。あの採用した方にこれステッカー送ってるんですけど、採用するためにはちゃんと名前と住所が書いてることなのでですね、あの書いてない人は本当に読んだりステッカー送ったりもできませんので注意してください。あとは、アーカイブの文字起こしですね、ビジネス流の SF の読み方っていうのをアーカイブの方に文字起こしてあげたのでですね、限定あのプレミアムの会員の方はですね見に行ってください。次回11月12日はですね、サイコパスの人生相談お便り受付中ですね、それではですね、ここからいよいよネタバレ赤に入りますね。はい、限定の方に切り替えてください。でもこっからはネタバレしかないから赤のフリップだけ用意しときゃいいですよね。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。